方だ。今回は2月14日の調整で武力上昇期の新たな2基地下を調査。計略は指揮3の団体強化で、発動時に戦場にいる味方部隊数が少ないほど武力が上がる。自分のみで武力プラス8、他に1部隊いるとプラス6、2部隊でプラス5、効果時間8や3カウント。計略発動時に戦場に出ている味方の部隊数を参照して武力が上がるから、他部隊が城に戻ってる状態で発動するだけで指揮3武力プラス8の地震強化と、意外と使いやすく味方部隊に崩れた時以外でも有用な守りに避けた計略。この計略が情報修正に至った理由としては、まあ間違いなく損傷空の追加、同じ 1.6 武力6弓兵で特務以降を持つ優秀すぎるスペックに計略の早急マフィア戦法同枠の名誉を採用するには計略の強みで差別化するしかなかったから、この調整は救済。形式で小出しできるところや地城までたどり着かれた後の防衛性能では損傷校を上回る。ライバルカードは優秀すぎるけど、とりあえず損傷校入れようってなる前に一度、もしかしてこのデッキならメインの王位が合ってるのかもと考えてみてほしい計略になったと思う。私がこの国を守らねば。勝負はここからだろう。拙者を呼んだか。使命を果たしてみせる。放て。我が魂を柔軟に込め、この天下を守り通す。あばよくない。見事だ。流派発動。二の方お前たちの相手は俺だ。くらえ。やってしまった。結論進め。あばよ兄弟。くらえ。進め。天地を動かす巨大な商売を始めるとしよう。そこの雑魚、俺様の代わりに死ね。ジ・エンドってやつが結局俺を頼むんだろ。おりゃ進め。あばよ兄弟。流派発動。二の方見事だ。あばよ兄弟。進め。おりゃ。勝負はここから。放て。おりゃ。進め。くらえ。お前たちの相手は俺だ。味方部隊が全員生きていてもこういう使い方すると
知識3武力プラス8の高いパフォーマンスを得られる。我が魂を柔軟に込め、この天下を守り通す。あばよ兄弟解放。徳川の誇りを見せつけよ。放て。結露。冗談だろ。あばよ兄弟。見事だ。バカな。この終盤で相手の戦機を使わなかったから再起で確定。アペチを倒してしまわないように突撃の弓を一度入れないようにするよ。また生き残ったか。なかなか。ご視聴ありがとうございました。